って言ってました。なんかお年玉いただいたんですか。なんか着物で来るとこういうなんかいいことがあるそうなんで。いやだからそのの背に、ええ、着物で行くと賞与が出ると。賞与が出る。いや嬉しいな。じゃあ次回ぜひ。そうやそうや。これは。まあこの後なんか台風が来てるみたいで、ちょっと遅くなると結構大変な天候になるということなんですけど、そこは今ちょっと天気悪いから、ね。ああ。八高田先生、まあ、今日で10回目になりますけど、まあ、ありがとうございます。で今日私実は私が一番楽しみにしてるんじゃないかなと思う桂三尺師匠、これまで超ご存知です。それでこれから、まあ、三尺師匠とは八高田先生とあと他にちょっといろいろ考えてる企画がございまして、ね、それと共に手を取りながらやっていきたいなと思います。で今日の落語は本当に楽しんでいただけるかなと思ってます。結構してちょっとプレッシャーかけてですけど、ね、まあ今日のあともう料理と、また最後まで以上お付き合い願えるというので、どうぞ今日一日いろんなことがありますけれども、そういう世間のことを忘れてですね、この学校に行って生まれ育ちましたのは、遠くパリの、ね、モンマルトル、大変たくさんの画家が輩出しておりますけれども、そこから東へ約8000キロ行った鳥取県の米子市というところで生まれ育ったわけでございますね。はい、私は次の1週間だけ米子に住んでおりまして、あと3週間は東京で暮らしておるわけでございますけれども、この間東京の上野ですね、上野といえば今芸術の秋ですから、あちこちで展覧会がやっております。私も知人が何点か出品しているという団体展に行ってきて、まあ、美術館ウェルとして通ったわけでございます。そしたらですね、気になる女性がいたんですね。なんか服用かグラマラスと言っていいんでしょうか、絵よりそっちを見てしまうというですね思っていてですね、すみません、じゃあ全部置いていきましょうか。そしたらまあ、こんなもんでいいですよ。これぐらいでよろしいですか。日本人じゃなかろうか、もうあまりにもちょっとねダイナミックなボディーライン、そして美術館には目障りなぐらい派手な感じだったので、なんか一体何するんだろうなと思ってたら、私にですね方に向かって声をかける人がいるんですよ。もっこりしてますね。ちょっとそんなこと言われたことないんでびっくりしてですね、本当は私の方を見て言ってるわけです。まあ、それは別に私逆れついた思春期の高校生じゃないし、まさかそんなことにはなってないと思うんだけれども、まあ、そうなりながら思ったわけですよ。一体どうか。そしたらこの片方の人がですね、日本語でもう一人の方に説明してるわけですよ、ね。日本人はとても森が好きですね。私たちヨーロッパ人は、森は魔女が住んでいると言ってとても怖い感じがしますけれども、日本人はそうじゃないです。
森にいると安らぐ鎮守の森といって神社とかも大切にしています。うまいなと思いながらも、なんでそれでもっこりなんだよと思ったんだって、後ろに森、上の森があったわけです。こんもりだろうそれは。ええかげんにしてよ。というですね、もう本当冷や汗をかいたというお話でございます。はい、このように文化というのはですね、唐の要塞で随分違うわけでございますが、ちょっとそれについてお話をしたいなと思っております。先頃エリザベス2世陛下がですね、お亡くなりになりまして、崩御されまして、今世界中の話題になっておりますが、ちょっとエリザベスさんについてお話をさせていただきたいと思っておられております。実はエリザベス女王陛下が即位されたの何歳かは皆さんご存知ですか？2度、さすがにご存知で25歳で、その時にですね、それから20年が経ちまして45歳の時にですね、昭和天皇陛下が放映なさいまして、このようなツーショット写真が残っておるわけでございます。まあ、25歳離れているわけですから、まあ親と子ぐらい離れていると言ってもいいでしょうか。その時にエリザベス女王陛下がですね、天皇陛下、昭和天皇陛下をこういろいろ案内されて、宮殿のあちこちですね、素晴らしい調度品、宝物、財宝、7つの海をあちこちから集めたんですね。大英帝国の遺産が所狭しと並んで絢爛豪華な、それをご覧になって、いちいち陛下はですね、天皇陛下は、はぁ、あ、はぁ、あ、素晴らしい、素晴らしいとおっしゃっていたそうでございます。それで、大変エリザベス女王陛下も強力されてですね、私もそのうちジャパンにお邪魔したいと思います。その時はどのような宝物を見せていただけますかと陛下にお聞きになったそうです。すると天皇陛下は、いや比較できないほど日本にはそういうこれぐらいのものはありませんで、いやそんなことないでしょう、日本は我がイギリスよりも古い、ずっと古い歴史を持っていると聞いております、何が一番素晴らしいものですかとおっしゃってですね、天皇陛下がですね、大御宝からでございます。大御宝、何ですか大御宝から、何ですか。皆さんは見識が高いのでよくご存知でしょうが、で大御宝からとは一体何かということですよね。陛下、大御宝からとは何でしょうかとお聞きになって、大御宝からというのは国民のことです、庶民のことです、それを大御宝からとおっしゃって、それを聞いた女王陛下はですね、もういっぺんにファンになったそうです。うわっ、なんて素敵な人なんだということなんですが、牛白と白須という概念がありまして、牛白というのは統治の方法、白須も統治の方法なんですが、西洋系、まあ、大陸系の統治の仕方は王様が支配層に命じて民衆を支配するというこういうピラミッド型なんですけども、日本は違うんですね。天皇が権力を支配者に、任せて、それで民衆を束ねる、そして民衆は天皇を支えているという形になっているそうでございます。エリザベス2世陛下ですから、エリザベス1世陛下というのもいらっしゃってですね、戦国時代に、日本の戦国時代くらいな時に、即位されて、もうこの頃はね、世界中もものすごい戦の嵐でございました。スペインの無敵艦隊も破ってですね、とうとうスペインからイギリスへの覇者が変わるというような、その時に訓練されております。スコットランドに行ってですね、虐殺して、もう全部を自分たちのものにするという、今でも日本の友達は恨みに思っているそうでございますけれども、まあ、こういう時代だったわけでございます。だから全然日本と統治の仕方が違う、民のためにお祈りするのが天皇陛下でございますね。さあ、それにすごく感化を受けたエリザベス女王陛下がですね、それから4年後、1975年の5月7日に初めて日本に訪れになりました。大御宝がいっぱい遠藤にいるわけでもないですけれどね。そしてエリザベス女王陛下が天皇陛下とご再会になりまして、そこでお聞きになったそうでございます。女王というのは
孤独です。いかなる決断も私が責任を負うのです。もちろん私にはたくさんの助言者がおります。私の夫はその最たるものです。王室関係者、政府関係者が私にとてもいい助言をしてくれて、私も大変に助かって感謝しております。しかし最後には歴史に裁かれるのは私であると、それを私は覚悟しております。このような立場を理解していただけるのは世界で陛下しかおります。陛下は国民と共に平和も戦争も一緒に歩んでこられました。その陛下に私は教えを請うために地球を半周してここまでやってきたのですね、という具合におっしゃったんだそうでございます、これに対して昭和天皇陛下がどうお答えになったかは、私が知るところでは全くないので類推して推測して恐れ多くもお話をさせていただきますが、多分ですね、知らすというのは一体どういうことでしょうか。お聞きになったんでしょうね。知らすという言葉はですね、アマテラス御神がニニギの御事をこのうちにふさわしになった時に祈りなさいとおっしゃったそうではないそうです。民のために祈りなさいと、そうではなくて知らせ、つまりお知りになりなさい、知識を得なさいということをお伝えになって、ニニギの御事はこの地上に降りられたそうなんですが、一体どういうことなんだ。陛下が、女王陛下がお聞きになると、知れば祈りたくなるのです。それは一体どういうことでしょうか。ここからは私たちも引きつけて考えたいんですけども、例えばですよ、甲子園球場で球児たちが大活躍しますが、この NHK の放送の前に高校の紹介になったりしますよね。そうすると思わずなんか、あ、そういうことやってんだ、よし頑張れよって応援したくなります。あるいはパラリンピックの大会の前に、特殊番組なんかが組まれまして、そこに初出場する選手、どれだけこの選手が苦しみ挫折を乗り越えてその舞台に上がろうとしているのかというのがよく特集されたりします。それを見ると縁もゆかりもないのに、おー頑張って応援するよって祈りたくなるじゃないですか。そういうことを言ってらっしゃるんだと思います。ですから、それはいつ頃からどうやって庶民の国民の気持ちを生活をお知りになるのか、一体それはどうやってお知りになったのですか、お知りになるのですか。これは万葉集、千年より前からです。日本の万葉集では、下は古事記から上は天皇陛下、並列に並べたこの句集という世界に全く類の見ない歌集なわけでございます。こうやってそこで素敵なのは、どういう生活をしているかがそこに赤裸々に語られているわけです。これをお読みになって陛下はですね、庶民の暮らしを知るわけでございます。これがなんとですね、今でも舞台会始めという形でですね、続いていると、千年を越して今でも続いているという日本というのはすごいことだなと思うんです。この舞台始めで、優秀賞に選ばれるためにはですね、とんでもないことを発想だったり素晴らしい考えだったり素晴らしい感性をやっているものが選ばれるんじゃないんだそうです。もうごくごく庶民的な、ああこの人はこんな生活をしてるんだなというのが分かりやすい形のものが結構選ばれているそうなんです。それはやっぱり目的を考えたらそうなのかもしれませんね。陛下が我々国民の大御所がどういう生活をしているのか、本当のところをお知りになりたいというニーズがあるわけでございますね。そしてそれが我々が大御所、そして天皇陛下を尊敬し合いして支え合うという形が日本の姿であるということを女王陛下はお知りになったわけでございますね。その陛下もお亡くなりになってしまいました。そのイギリスでございますが、今大ピンチなんだそうでございます。ブレグジットというのがありまして、ね、皆さんご存知のように、
だけ EU から外れましたけれども、スコットランドはいや残りたいんだよ本当はとかいうのが、これで陛下がお亡くなりになるとですね、要石が抜けたようにバラバラになってしまうんじゃないか、英国の分裂の危機なんだそうです。実はまだ今喪に服しておりますので、国民もあんまり言わないんですが、いつこの問題が吹き出すか、すごい状況なんだそうでございます。ここにです、なんと、今から今途上にあられるのが我々の近所陛下なんですが、この陛下がお亡くなりになった後ですね、エリザベス陛下の、ま、元だったら協力するけども、陛下がもうお亡くなりになったらもう協力する必要はないよということで、大変なことは、何といってもですね、新しい国王と王妃は非常に人気がないそうでございます。まあダイアナさんのことを考えたらですね、まあそうかもしれないなと思うんですが、王室もピンチを迎えるんだということだそうですが、そこになんと分かる、ね、我々の近所陛下がですね、虹を背負ってね、韓国に渡られるわけですので、弔問外交とは言いましても、この両国がですね、例えば日英同盟新しくね結ばれるといいなと私も思うわけでございますし、皆さんの方も多いかもしれませんね、幸あれということでございます。ということでこの話を終わりにしまして、それでは、今日の英気紙芝居ライブ漫画カツオがやってくるというお話をしたいと思います。時は大戦争の後でございます。敗戦してしまった日本はあらゆる国際大会に選手を送れないという日々が続いておりました。鬱憤が溜まっております。特に鬱憤が溜まっていたのが水泳、藤山の飛び王と言われました古橋弘信を率いるが御用する日本の水泳界は世界中に轟くぐらい圧倒的な強さを誇っておりました。しかし敗戦してしまい、日本はいつになったら国際大会に復帰できるのかわからない状態が続いていたわけでございます。やっとの思いで参加をさせてもらった国際大会が同じく敗戦国のイタリアであります。イタリア、しかしイタリアの国際大会に出られるんだということで、日本人たちは大変に喜んでですね、海を渡ったわけでございます。さあそこで向こうのイタリアで日本の水泳団、世界最強の水泳団がやってくる。何しろあの古橋弘之進という方はですね、大会が行われているとき、オリンピックが行われているときに、日本で同じ時刻にオリンピックの決勝のと同じ時刻に横にドンとスタートしましてですね、なんと金メダルの記録より早い記録で合流したという、その時の日本の人の喜び方はまあすごかったそうでございます。やったー、その最強の古橋に率いる水泳団がイタリアに到着したわけでございます。それはしかしもう古橋弘之進よりも実はこのカツオ、名字が分かりますカツオという選手が選手団にいたそうなんです。その選手がものすごい人気になったというお話をしたいんですけど、ね、なぜこの選手、日本ではさほど有名でないカツオ選手がイタリアではなぜ大注目を浴びたのかと言いますと、はい、まあ、日本人ではですね、カツオというカレーが、ね、有名なんですけれども、これはですね、かの国に行きますと意味が違うんだそうです。これがカツオという意味ですね、はい、でそしてですね、あの磯野というとですね、予想の私はカツオであるということに磯野カツオ、そんな意味だろうと思うわけでございますけれども、そうらしいんですよ、ね、で東洋からカツオという強い選手が来るらしいというのでもうみんなもの大注目を集めているわけですよ。で、日本団が到着したらですね、古橋弘之進さんとところよりもあなたがカツオ選手ですか、そうです、どっちがうわーって感じでカツオ選手が取り巻かれてですね、なんで俺古橋じゃないですよ、あなたがカツオですね、カツオと言いますよ、カツオって言っても
本当なんか、ね、もうインタビューがもう来るわけですよ、ね、なぜ日本人はそんなに水泳が速いですかって言われて、いや、特にちょっと僕は分からないですけど、分からない、一体あなたは、何を食べてますか、日本人が強いっていうのは何かを食べてますかって言ったら、普通和食を食べてますね。和食っていうのは朝ごはんは和食何食べますか。朝ごはんはお味噌汁を食べます。お味噌スープですね。味噌スープというのはどうやって作りますか。何からできてますか。味噌スープはまずだしを取らないといけない。だし。なんでだしを取りますか。鰹節と言います。鰹節。鰹節というのはどういうものでありますか。いや、まずこの鰹節というのはですね、乾燥させた鰹です。乾燥させた鰹。これは、はい、硬いってですか。もちろんカチンコチンです。カチンコ。それをどうやって食べるのですか。スープにしますか。はい、削ります。削る。どうやって削りますか。あ、カツを削る節って、削り節というのが各家庭に置いた、各家庭にカツを削る機械がありますか。もうそれは大変なものでございます。それでですね、大注目を集めてしまったこのカツオ選手ですね、古橋宏之よりも、ま、ものすごい人気になってですね、もう大会の時はですね、もう本当だったら絶対人前では言ってはならない。ワゴワゴカツオカツオカツオ、大声援だったそうでございますね。でそれでですね、まあ優秀な成績を収めたカツオ選手ですね、ああ嬉しい、なんでこんなに俺をこんなに応援してくれるんだ、もういい記録も出たしよかったなと思って、祝勝会でございますよ。皆さんありがとうございました。本当に僕のことをこんなに応援してくださってありがとうございます。